シカゴのハビット思い出。私知ってるそれ。あれでしょ？ハビット知ってるよ。あれだよ。あけび知ってるそれ。それ嬉しくなっちゃった。みんなの話でわかるやつ来た。この、あの、こやつ。はい。こやつしょ。待ってます。知ってる私。それ、あの、紅白で見た。これ違う。違う？あの、なんだっけ？あ、ピエロの人がいる団体。女がピアノを弾いて、ピエロが後ろにいて、なんか、こうやってやって。世界の終わり。もともと漢字だったけど、最近カタカナになったやつだっけ？どっちだっけ？足見えない。こうやって、ちょっと待って。私の美脚を。顔が入ん。こんな感じのやつ。すごい疲れた。すごい疲れんだけどこれ。すごい疲れちゃう。ごめん、すごい疲れ。すごい疲れた。足怪我した。いや違うよ、昼顔なんでよ。グルコサミン懐かしい。グル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 コサミンじゃないよ。違う、トイレ来た。違う。全然違う。結構これ疲れる。違う。挙動不審ではあったかもしれん。膝痛い。いやびっくりしたんやけど、たったこれだけの動きでめちゃくちゃ心拍数上がった。やばいね。ちょっと運動しないといけない。すごいどっと疲れが。ダメだ、もうダメ、動いちゃいけないんだ私。ダメ、こうしてよ。ダメな、はあ、え、あ、これで運動、これで散歩しようとするからポンちゃんブチ切れる。あ、でもそう、ポンちゃんの方が足早いの、私より。私より早い。もうケンピが全速力で走っても、もうポンちゃんに引っ張られるんだよ。なんでだろうね。足はケンピの方が長いのに、犬より。乗ってみたらそう。動画。リングヒットちょっと、やる？やった方がいいかなって最近もう、思ってきた。まぁ、ちょっと、検討しとく。